こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がブックオフで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。前回買ってきたものの動作確認ね。ああそうだぜ。今回は前回買ってきたもののうち、ファミコンのアルテリオスとゲームキューブの機動戦士ガンダム、戦士たちの奇跡の動作確認をするぜ。今回はあらかじめ2回に分けてやるのね。ああ、長くなりそうだしな。あとは残りの3つは結構グロテスクな表現のあるゲームだから、苦手な人もいると思うのでそっちはそっちで分けといた方がいいかなと。それもそうね。では早速始めていくぜ。アルテリオスはファミコンのソフトなので今回もレトロフリークで動作確認していくぜ。早速エラーになってるわね。ああ、このカセットはあまり端子の状態が良くなかったので結構苦戦しそうだな。またダメね。そうだな。かなり念入りに端子をきれいにして接点復活剤つけたんだけどな。これはちょっと時間かかるな。ってことで正常に読み込んだところまで飛ばすぜ。ちゃんと読み込めたのね。ああ、もう一度端子を磨いてその後も結構時間かかったけどな。正直ちょっと諦めかけてたのでなんとか読み込んでくれてよかったぜ。今回はなかなか手強かったのね。そうだな。では始めてみるぜ。お、ちゃんと起動できたわね。ああ、起動は問題なさそうだな。いきなり英語できたわね。そうだな。うつ主は英語苦手なのでちょっと何言ってるかわからないぜ。なので試しに Google 翻訳さんに全文打ち込んでみたぜ。また思いつきで変なことを。では以下 Google 翻訳さんから。古代の時代、太陽系で発案された先進的な文明。しかし、ある日、ブラックホールは危機に瀕したところを通り抜け、一部の人々はブラックホールに吸収されました。時間と空間を通って未知のものに移送された人々は、アルテリウスと呼ばれるサーベラーという邪悪な王が支配し、GLAX という恐ろしいマシンを活性化させた。その結果、アルテリオスは歪んだ次元に閉じ込められました。ラド博士という名の愛する科学者がいました。ラド博士は悪の王サーベラーを打ち負かすために超人間サイボーグ戦闘機を作った。以上だぜ。いや、むちゃくちゃな文章じゃない。Google 翻訳さんが訳したのをほぼそのまま読んだだけだからな。入力の仕方もあると思うけどこんなもんじゃないかな。まあなんとなくだけどあらすじがわかったからよしとするぜ。いいのかしら。とにかく動作確認に戻るぜ。タイトル画面はなかなかいい感じだな。 BGM もかっこいいし。そうね、短いフレーズの繰り返しだけどかっこいいわね。ではスタートだぜ。前の持ち主のデータが残ってたけど最初から始めるぜ。お、なんかいきなり変な空間にいるな。新たな命ってことは主人公は死んでたのかしら。起動直後に一人の若者が地球から消えた、みたいなメッセージが出てたから多分それが主人公のことだったんじゃないかな。あらすじに出てきた GLAX ってのは謎の空間制御装置ギャラックスのことだったみたいだな。ラド博士は娘と一緒にさらわれたのね。そのようだな。何度死んでも諦めるなと。結構難易度の高いゲームなのかしら。そうかもな。お、もう動けるな。スタートボタンでステータス画面になるみたいだな。どうやらここが隣の部屋みたいだな。最初に捨て振りするみたいだな。説明書がないからちょっとわからないわね。そうだな。
ちょっと調べたら、STR が攻撃力、MAX HP がヒットポイント、AGL は多いほど戦闘から逃亡できる成功率が高くなるみたいで。シールドは防御力、MAX WE はマジックポイントみたいなものらしいぜ。とりあえず適当に振っておくぜ。また隣の部屋に行けって言われたわね。多分こっちかな。合ってたみたいだな。どうやらこれで主人公は完全なるサイボーグとかしたみたいだな。今度はワープシステムのところに行けばいいのね。多分この赤いやつだな。ワープするのにエネルギーがいるのね。みたいだな。そしていきなり宇宙空間に放り出されたな。お、どうやらシンボルエンカウント制みたいだな。前回言ってたけど戦闘は本当にシューティングなのね。そうだな。うん、意外と当てるの難しいな。お、倒せたみたいね。戦闘が終わると経験値とお金が手に入るようだな。その辺は普通の RPG と変わらないわね。お、何やら今度は戦艦っぽい敵だな。こっちの敵の方が大きい分攻撃が当てやすいな。自分も結構相手の攻撃食らってる気がするけど。倒せたようだな。なんか小屋みたいなのがあるので入ってみるぜ。どうやらここで回復したりアイテム買ったりできるみたいだな。アイテムも説明書ないからよくわからないわね。そうだな。おそらくストップの方は名前からして使うと一定時間的の動きが止まったりするんじゃないかな。出た途端いきなり戦闘になったわね。そうだな。ちなみにこの後しばらくフィールドをうろうろしてみたんだけど、どこに行けばいいかよくわからなかったぜ。完全に迷子ね。これは攻略サイトとか見ながらじゃないとウプ主にはちょっと厳しいかな。そうね。まあとにかくアルテリオスは、無事動作確認することができたぜ。いやーなかなか面白そうではあるんだけど、どこ行けばいいのかヒントが少ないのがちょっと辛いな。そうね。まあ今回はとりあえず無事動作することを確認できただけでよしとするぜ。では続いてゲームキューブの機動戦士ガンダム、戦士たちの奇跡の動作確認をしていくぜ。起動は問題なさそうね。そうだな。ディスクに結構傷があったからちょっと心配だったけど大丈夫そうだな。オープニングムービーがあるみたいだな。コロニーが落ちてきたわね。
かなかかっこいいムービーだったわね。ああ、思わず見入ってしまったぜ。タイトル画面もかっこいいな。ではちょっとプレイしてみるぜ。とりあえず連邦で始めてみるぜ。うん、最初はやっぱりアムロしか選べないみたいだな。ゲームを進めると他のキャラも使えるようになるって前回言ってたわね。ミッションは最初からいくつか選べるのかな。シミュレーターって書いてあるから2つは練習用のミッションじゃない？多分そんな感じかな。とりあえず本編っぽいこのミッションで始めてみるぜ。ホワイトベースによってサイドセブンから脱出した僕たちはシャアの追撃を受けながらも連邦軍の最前線基地ルナ2に入港した。アムロがあらすじを話してくれるのね。そうみたいだな。このままのクルーでジャブロへ移動することになった。僕たちは軍人じゃないのに。そして地球に向かって降下を始めた時、シャアが攻撃を仕掛けてきたんだ。うん、セリフはここまでみたいだな。どうやらアニメのストーリーに沿って進んでいくみたいだな。アムロ、発信を読んでホワイトベースに戻った。どうやら声優の井上陽さんはこのゲームが最後の声優参加作品だったみたいだぜ。そうだったのね。後方 R3 度、ザクは4機よ。4機も？シャアは手持ちのザクはないはずだ。そうじゃない、セイラさん。事実は事実よ。ホワイトベースの援護は後方のミサイルと機関砲で竜と海が援護するけど、高度には気をつけて。戦いながら気をつけられると思いますか？あなたならできるわ。おだてないでください。アムロ、ガンダム、行きます。シャアを倒せばクリアになるみたいだな。時期がやられるかホワイトベースがやられるかしたらミッション失敗みたいね。まだちょっと操作がよくわからないけど、とりあえず始めてみるぜ。どうして発射しないんだ？ブライト、みんな初めてなのよ。うん、なんか方向転換するだけでもなかなか思った方に向けないぜ。やっぱり結構難しそうね。そうだな、これは操作に慣れるまでかなりかかりそうだな。敵一機撃破。直撃。味方なやつめ。シャアの動きに追いついてみせる。これで何度目だ。シャアが出てきたみたいだな。前から。アムロに伝えてください。クリアかな。これではガンダムも大変な噂ですって置いてしまいます。終わっちゃったわね。アムロ戻れ。まあとにかく機動戦士ガンダム、戦士たちの奇跡は
無事動作確認することができたぜ。ちなみにせっかくなのでこの前スーファミで試した S 端子ケーブルもゲームキューブでちゃんと使えるか試してみたぜ。そういえば新たにソフト購入したら試してみるって言ってたものね。今見ていただいているのが S 端子の映像だぜ。パッと見だとそこまで違いがわからないわね。そうだな。けどこっちの方が画面のちらつきが少ない気がするぜ。まあこれだけ見ててもわかりづらいと思うので、今回も並べてみるぜ。で並べてみたのがこちら。両方結構綺麗に映ってる気がするけど、S 端子の方が全体的に画面が明るいかしら。そうだな。あとはやっぱり文字は S 端子の方がはっきり映るな。ムービーシーンだとそこまで違いがわからないので、プレイ画面も並べてみるぜ。やっぱり S 端子の方がはっきり映ってるわね。そうだな。特に文字はだいぶ読みやすく感じるな。これで次からゲームキューブをプレイするときは S 端子の綺麗な映像でプレイできるな。ねえねえ。なんだ？ Wii でゲームキューブのソフトプレイすればもっと綺麗な映像でプレイできるんじゃない？ああそうだな。じゃあなんで Wii でやらないのよ。いやー一応 Wii 用の HDMI 変換アダプタも持ってるから、Wii を使ってさらに綺麗な映像でキャプチャーしようと試みたんだけど、ウプ主の使っているキャプチャーでは Wii の映像を HDMI でキャプチャーすることはできなかったんだぜ。そうなの？ああ、なんとかできないかとちょっと調べてみたんだけどやっぱり無理そうだったぜ。Wii をコンポジットで接続すればキャプチャーできるみたいなんだけど、それだと意味ないしな。それは残念ね。なのでウプ主の環境だとゲームキューブをキャプチャーするときはこっちのキャプチャーで S 端子接続するのが一番いいかな。まあ仕方ないわね。まあ今までよりは綺麗な映像でキャプチャーできるようになったわけだからよしとするぜ。それもそうね。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.